民主主義人民共和国の金正恩国務委員会委員長にキューバ共和国国家評議会議長のミゲル・マリオ・ディアス・カネル・ベルモデス首相から4月30日、洗礼が寄せられました。洗礼は金正恩委員長がキューバ共和国国家評議会議長兼内閣首相に選挙された私に親切な祝電を送ってくれたことに対し謝意を表する。 両国間の友好と協力の絆を引き続き強化していく意思を再確認すると述べています。太陽卒に際して偉大な金正恩主席の普及の著作、社会主義建設で革命的蛮行を起こすために、資本主義から社会主義への過渡期とプロレタリアート独裁の問題について、教育において社会主義教育学の原理を徹底的に具現するためにと、 偉大な金正恩総書記の普及の著作、著者哲学は独創的な革命哲学であるが、2人はミラノ知的思想研究センターのホームページになりました。太陽卒に際して、スウェーデンで北欧進歩的政党及び友好団体の合同記念の集いが行われました。 会場に共にいる偉大な金正恩主席と偉大な金正恩総書記を描いた美術作品が掲げられていました。集いにスウェーデン、デンマーク、フィンランド、ノルウェーなど北欧諸国の進歩的な政党、著鮮人民との友好団体団体、知的性研究組織の人、スウェーデン駐在著鮮特命全権大使と大使館員が参加しました。 発言した人たちが、朝鮮の解放と繁栄のために全てを尽くした金正恩主席の不滅な業績を称えました。そして、金正恩主席と金正恩総書記が生涯を尽くした著者の革命には、金正恩委員長によって見事に引き継がれている。その正しい導きのもと、朝鮮では、世人を驚かせる奇跡が次々ともたらされ、朝鮮半島の平和と統一のための戦いで、先端が尽くされたと述べました。 その上では、敬愛する最高指導者、金正恩委員長に送る祝電が採択されました。太陽説に際して、ロシアのインターネットメディアが太陽のように明るく微笑む偉大な金正恩主席の写真と、著作の革命活動の写真、美術作品とともに特集をしました。 インターネットメディアのフォーラム、ヨジナヤ・コレア、ヤムチッチ、ホームページのイルクーツク・ブログ・スポット・トーツカード、パトリオット・モスクワ、著存民主主義人民共和国は今、クリフォン・プレスチジ、クリフォン・ペルソナル、連邦共産党、ノボシビリスク州委員会のホームページに、 金正恩主席のヨーロッパ、その他の花、金正恩か、永遠なる太陽、卓越した偉人、人民への献身的奉仕、自主外交の大化、一人のヨーロッパ人の告白などと題した記事が載りました。ハバロフスク地方インターネット・メディア、ジェブリ・デウェイには、人民を天皇ごとくみなした主席を称える文が載りました。 朝鮮労働党中央委員会第7期第3回総会の決定を支持して、バングラデシュの労働党、民族社会主義党、ジャティア党、共産党、マルクス・レーニン主義共産党、人民連盟、社会主義党、朝鮮との友好連帯委員会、主席思想研究所、戦軍政治研究会が共同声明を発表しました。 声明は、歴史的な党中央委員会4月総会の決定には、自主的で平和な新世界を建設しようとも、朝鮮労働党の揺るぎない意志が反映されている。世界の国々が、朝鮮半島と地域の平和と安全のための、朝鮮民主主義人民共和国の肯定的な努力に、相応の措置を取ることを求めると述べています。 歴史的な朝鮮の北と南の首脳対面を祝って、メキシコ人民社会党中央委員会のヘスス・アントニオ・カルロス・エルナンデス職長が4月29日談話を発表しました。談話は、卓越した政治家で外交の大家である尊敬する金正恩委員長の主導的な措置によって、朝鮮の北と南の首脳対面が成功裏に行われたことを熱烈に祝う、
金正恩委員長は今年の新年の辞で北と南が向かい合って朝鮮民族同士北と南の関係改善の問題を真摯に協議し活路を果敢に開いていくべきだと明言した。これが火種となって北と南の首脳対面の炎に燃え上がり朝鮮半島の平和を保障するための措置が次々と講じられるという驚くべき出来事がもたらされた。世界は朝鮮半島の統一だけでなく人類の平和が実現した新時代を迎えていると述べました。歴史的な朝鮮労働党中央委員会第7期第3回総会の決定にのっとり朝鮮の経済発展で成果が収められています。電力工業省では4月の電力生産計画を 0.4 ポイント超過達成し、元文、元数、副領など各地の炭鉱では4月の計画が完結しました。平安鉄道局で計画より数千トンの貨物を余計に運搬するなど鉄道運輸部門で4月の貨物輸送計画を 0.8 ポイント超過達成し、機械工業省、採掘機械工業局でも4月の工業総生産額の計画をそれぞれ 23.2%、26% 増で達成しました。電子工業省では4月の計画を15ポイントの水準で引き上げ、水産省では漁獲の計画を1ポイント増で達成しました。日本工業管理局では工業総生産額の計画を 1.5 ポイント金正淑平安防食工場では4月の防石板の生産計画を 2.4 ポイント増で、平安市食品連合企業所では各指標別生産計画を5割増で達成したのをはじめ、軽工業部門で人民生活向上の突破口を開くため先頭で励んでいます。共和国のハムフン科学工業総合大学の科学工学研究所で家畜飼料の生産に使われる配合飼料の添加剤を開発しました。研究所の人たちが輸入原料に代わる原料を探し出して共和国に豊かな天然の物質を利用する原料生産の方法と生産工程を自力で確立し、家畜の飼育に効果的な配合飼料の添加剤を作りました。新しい添加剤は毒性が全くなく低コスト簡単な生産工程というメリットがあります。共和国のハムギョン北道にチョンジン子ども交通公園が4日開場しました。開場式に関係者、建設者、人民保安員、チョンジン市の子どもや生徒が参加しました。チョンジン市ポハン区域に作られたユニークな子ども交通公園には交通安全教育館と屋外交通安全実習場など子どもと生徒への十分な交通安全教育ができる条件が揃っています。共和国のケソン市にあるパクヨン公園がリニューアルされました。風光明媚なパクヨンの滝エリアに野外食堂と休憩場をはじめサービス施設がリニューアルされ戸籍が修復されました。また景色の良い複数の渓谷に休憩場や遊びの場、湧き水の場が新設されました。パクヨン公園が人民のレジャーランドに一層立派に整えられて各階層の健老者が充実した憩いのひとときを過ごせるようになりました。以上、この時間のニュース、担当はチョジョンイルでした。こちらは、朝鮮の声放送です。公会堂横領碑。公会堂横領碑は、近年277年から、668年まで存続した小武領高句麗時代の24代王である公会堂王の功績を称えて建てたものです。414年に建てられた公会堂横領碑は四角柱のような丸一つの石からなっています。高さ 6.34 メートル、石碑の四面すべてにかけておよそ1800字の碑文が刻まれています。社会科学
県歴史研究所の研究室主任博士助教授関西弁さんのお話です。광개토항농민은당시고구려의정치사회경제형편東海道漁師は当時小栗の政治社会経済の状況階級的関係そして知らんに死んだとくだらペクチェ和との関係などについて歴史の記録にはないたくさんの貴重な資料を伝えています。この石碑は祖先が直接書いた親戚分の遺産の中で最も古いものの一つとして碑文に刻まれた貴重な歴史資料とその豊かな叙述内容、豪放で活発な文章と書体によって漁村はもとより世界的にも価値ある世界文化遺産の一つとなっています。碑文の内容は大きく3段落に大別されています。第1段落は序文です。ここには小栗の始祖王が国を建てた経緯とその後の歴代王の跡継ぎ関係、東海道王の功績に対する総評、石碑を建てる目的が書かれています。第2段落は東海道王の功績を年代別、事件別に表しました。ここには小栗が侵略してきた国々を断固懲罰して国威を発揚し領土を大きく広めたことが書かれています。第3段落には横領の管理と永続維持のための法律条項が書かれています。碑文の内容は内外の歴史記録には全然ない多くの史実を伝えています。そのため小栗の歴史はもちろん当時のアジアの歴史を正しく理解し体系づける上でなくてはならない基本の資料となっています。東海道横領碑は楽に文字を刻めるくらいに自然の岩を大雑把に加工して建てた壮大なもので小栗時代の味を見事に漂わせています。東海道横領碑をご紹介しました。諸村の声放送へようこそ。諸村の声放送へようこそ。小栗の声援は小雨が降ったり小栗の日があったりでややぐずついた天気の日が多いですが皆さんの地方ではいかがですか？そうですね。でも晴れの日の日中は暑いくらいで道行く人々の服装もシャツ姿が目立ちますね。そうですね。さて今頃もリスナーの方々から平安のイベントについてのご感想などが盛られたお手紙がたくさん届いています。福島県の佐々木昭彦さんは3月29日付の受信報告とともに次のような内容のお手紙をお送りになりました。お読みしましょう。金正恩委員長の中華人民共和国訪問のニュースは日本でも大きく報じられました。歴史的な訪問と私も思います。朝鮮民主主義人民共和国と中華人民共和国だけではなく世界的に意味のある歴史的出来事だと思います。日本では報道されていない訪問内容を詳しく説明されておりとても興味深く拝聴しました。敬愛する最高指導者金正恩元帥は中華人民共和国の習近平主席の招きにより主治107年2018年3月25日から28日まで中華人民共和国を非公式訪問しました。長い歴史的伝統を持つ長中友好を新時代にふさわしく新たな高い段階へと継承し発展させるため歴史的な初の訪中の途についた金正恩元帥を中国共産党と中国政府の指導者たちは熱烈に歓迎し最大の誠意を持って歓待しました。金正恩元帥の今回の訪中は長中両国の老世代の指導者たちによってもたらされた誇らしい歴史と伝統を代を継いで継承し
社会主義運用のための聖なる共同闘争で結ばれた友好的な朝中関係を新たな高い段階へと拡大発展させる上でターニングポイントとなりました。スタッフの皆は金正恩元帥の歴史的な訪中を朝中両国だけでなく世界的にも大きな意味のある歴史的な出来事だと高く評価した佐々木明彦さんにお礼を申し上げます。東京都の増田裕樹さん、増田裕樹さんも3月30日付の受信報告とともにこんな内容の手紙をお送りになりました。まもなく共和国では民族の祝日である太陽節を迎えます。偉大な金日成主席が切り開かれた自主の時代の歴史的意味がますます注目されていく今日、共和国では敬愛する最高指導者金正恩元帥が偉大な業績を挙げつつあります。移民移転の座右の銘とする偉大な金日成主席に始まる共和国の人徳政治とは違い、日本では国民生活無視の安倍晋三がやりたい放題です。朝鮮人民と世界人民は今年偉大な金日成主席の生誕日である太陽節を民族最大の祝日、世界の共通の祝日として盛大に迎えました。太陽節を迎える平壌は各国の訪朝客と多彩な催しで賑わいました。平壌市内の各所で披露された外国の芸術家たちの歌と踊り、金日成歌祭典に出展した金日成歌の意味は朝鮮人民ばかりか世界の耳目を集め大きく感動させました。まさに太陽節のこの喜びは世界のどこでも見ることも感じることもできない金日成主席に寄せる世界の人皆の崇高な敬意の表れでした。リスナーの皆さんも訪朝なさって太陽節を楽しむ日々を早めるため力を合わせてまいりましょう。増田裕樹さんはお手紙でこう続けています。敬愛する金正恩元帥は今年に入ってから大きな対外的成果を収めています。朝米の首脳会談の結果待ちで何にも打つ手がないのが今の安倍晋三です。愚かな安倍はかつての日中国交樹立の時のようにアメリカの意図を追って平壌に白旗を振っていくことになるのでしょうか。いずれにしても今年もまた朝鮮にとっては大きな前進の一年になることははっきりしています。これからも朝鮮の歌を口ずさみ朝鮮人民の偉大な前進を隣国として励みにしながら頑張ってまいります。これからも朝日両国をつなぐ地放送を楽しみにしています。スタッフの皆は朝鮮人民の運命を責任持って人民を第一に思い人民のために生涯を捧げてきた不正室の偉人たちへの敬意の念をいつも胸に朝鮮人民の生活と闘争の成果に勇気づけられ生活を活気よく切り開いていく先見あふれるリスナーの方々の期待に触れることなく一層頑張ることでしょう。では今日はこの辺で失礼します。リスナーの皆さん、次のこの時間にまたお会いしましょう。